信長が京本能寺で光秀の手にかかり討ち死に。秀吉様、ご運が開けましたな。勘弁、お前清正、何帰り支度してんの？これから毛利と決戦じゃ。京に向かう。秀吉様の命令だ。お前も早く支度しろ。え？いくらなんでも急じゃね？ああ、そういや、頭でっかちは。三成も急な命に応えるべく働いてるさ。行くぞ正則、俺たちは俺たちの役割を果たすまでだ。そう！待てよ清正！かがり火に沿ってかけよ。装備は最低限でよい。腰兵糧もいらぬ。腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえ。さあ急げ。貴様は確か大谷義継。何をグズグズしている。流れは秀吉様に。そう急ぐ必要もない。いいから早く出立しろ。明智光秀、謀反により織田信長本能寺に撤死する。その知らせを聞いた羽柴秀吉は西国攻略を中断。睨み合っていた毛利と和睦し大返しを行う。秀吉は若き子飼いの将たちを引き連れ、誰もが予測しえなかった速さで京に向かい進軍。光秀が中央の基盤を固める前に決戦へと持ち込んだ。決戦の地は京都西国を結ぶ要衝山崎。天下統一の将山崎の戦い。様が光秀に撃たれるとはな。これは弔い合戦だ。負けられないぞ。分かってるぜ清正。光秀ボコリャ、おじきの天下だ。大声でバカなことを言うなバカ。ことは複雑だ。お前は黙って戦えばいい。秀吉様には主の仇を討った忠臣という大義がいる。俺たちがその大義をぶち壊してどうする。はい、出た大人の事情ってやつ。てめえらだって内心じゃ同じこと思ってんのによ。こら、大事な戦を前にまた喧嘩して。三人とも来なさい。お説教だよ。おねね様、お説教は後にしていただけますか。大事な戦を前に
我々の士気が下がってしまいます。何口答えしてんだ水成。おねね様、俺は別にその。あれ清正、何赤くなってんの。士気を上げるため清正のみお説教お願いします。もうみんな仲良く頑張らないとダメでしょ。三成も正則も来なさい。みんな気合注入だよ。天下分け目の大一番じゃ。まずは天王山の麓から制圧するで。光秀討伐っちゅう大仕事で控えとる。味方を撃たせんな。天王山取れ。明智の陣は丸見えじゃ。ガンベ、お前には秘策があるんじゃろ。腕利きの者を山の下に忍ばせんな。今の山と敵陣を結ぶ道を構築している。頑張っちゃったよ。ハッ、ミツヒデの首は俺が必ず取る。頭でっかちは味引っ込んだろ。お前はそそっかしい。ミツヒデと誰かの首を間違えればいい。こんな時に喧嘩はやめろ、バカ。光秀は強敵、甘く見ていると痛い目に遭うぞ。よし、この勢いで天王山へ突っ込んで。秀長、本陣は頼んだ。天王山の麓を奪い返すのです。開門。彼の地は要所、敵の侵入を許してはならぬ。つまらぬ敵だ、もう終わりか。急げ急げ。その勝利を決定的なものにするのだ。開門。つまらぬ敵だ、もう終わりか。つまらぬ敵だ、もう終わりか。戦火誇れる気がせんな。敵を殲滅せよ。明智軍も完膚なきまでに追い詰めるのだ。敵将撃ち取ったよ。明智の二打隊が山頂へ物資を運んでいる。残さず奪い
敵の心をへし折れ。島左近、官兵衛さんの命により敵本陣への道こさえておきましたよ。開門。この戦も官兵衛の手中ってこっちゃな。味方ながら切れすぎるわ。島左近、また妙な奴を連れてきたものだ。はぁ、二打がやられたのじゃ。これでもみんなの士気に下がろうよ。本陣へどうぞ。開門。左近はこの戦の功労者じゃ。みんな守ってやってくれ。いざ戦わん。おじさんにもいろいろあってね。悪いが、ここは通さないと。デモン。敵将、討ち取ったり。俺の采配こそ天下無双、決して揺るがぬ。大丈夫、エネニッポの半分は優しさだもん。これで秀吉の天下だな。松永殿ならつまらんと吐き捨てそうだ。開門。この程度の戦果を誇れる気がせぬ。悪い子だね。大丈夫、エネミッコの半分は優しさだもん。おっしゃったよ。
えるタイム今だ全軍明智本陣に突っ込めこの程度の戦果誇れる気がせぬ。もう終わりか。信長様は死んだ。じゃが世界は変わったか。何も変わっとらん。戦の毎日じゃ。信長様のやり方が正しかったとは思わん。じゃがあの方は確かに前に進んどったんさ。わしも前に進むと決めたんじゃ。信長様や光秀に代わり日の本を変えるためにわしも信長様のようになるかもしれん。そう思うなら撃てばええ。気になる奴はいるか。俺はお前の目として動いてやる。孫一俺はやっぱりお前が作るよってやつを見たいらしい。なら欧州に行ってくれんか。伊達の世継ぎがなかなか面白い小僧らしい。もうそんなとこに目がいってんのかよ。わかった、欧州一帯お前に代わって見てきてやる。秀吉、くれぐれも信長になるんじゃねえぞ。俺はもう伊達が死ぬのを見たくねえんだ。ああ、わかっとる。わしももう、ダチが悲しむ顔は見たくない。